J の英語モチベーションブースター、楽しく続けてブレイクスルー。 Hello everyone、 こんにちは。 J こと早川浩二です。 Hello、 アシスタントの生見恵です。この番組は英語を学ぼうとしている方、 TOEIC などの英語テストを受験しようと思っている方に、英語を楽しく続けていけるコツをお伝えしていく番組です。Jさん、今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今回のテーマは何でしょうか。はい、今回はデイブ・スペクターさんに学ぶ外国語学習法。おー、デイブ・スペクターさん、はい、まあ、日本人みたいな、埼玉県出身って噂もあるんですけどね。そうなんですか。そうなんですけど、まあ、実はまずもちろんそれは、噂であって事実じゃないんですけど、はい、まあ、アメリカのシカゴ出身、ね、あ、そうですよね、アメリカですよね、はい、で、あのデイブ・スペクターさん、実はあの語学って語学学習の本を出されていて、はい、まあ、結構前なんですけど、僕はこうして日本語を覚えたっていう、まあ、ここにも本ありますけど、この本を出されていて、でもこれ読んだら、この学習法がなんかすごい参考になるんですよね。で、それをちょっと今日は紹介したいなと、はい、はい、思いましたけども、で、まあ、デイブさんシカゴ出身で、あの日系人が多い場所だったらしいんですよね、うんうんうん、はい、で小学校5年生の時に、あの日本人が家族でシカゴに移住してきた、はい、でその人と友達になったらしいんですね。でその5年生の友達が英語あんま上手くなかったので、うん、まあ、デイブさんは英語、それこそあの子供ですからね、はい、あの汚い表現をどんどん教えていたみたいなんですけども、でもあのふとした時に、これ日本語で話しかけてみたらどうなるかなって思って、はい、表現集とか、 なんかやっぱ日系人が多いので日本語学習の本も結構本屋さんに売ってたらしいんですね、うん、はい、でそれを見て一個覚えて日本語で話しかけてみたらしいんですね。あの郵便局はどこですかっていうのそしたらその友達がすごい驚いて、はい、おお、もう完璧な日本語じゃんって言ってくれた。それが嬉しくて日本語の勉強を始めた、うーん、って書かれてましたね。嬉しいっていう気持ちから始めたんですね。そうですね、ですね。うん、でその友達からこう漫画を借りたりしながら、はい、おそ松くんとかですね、はい、そういうのを借りたりしながらでずっと勉強していて、でさらにはこう日系人向けの、 あの仏教協会っていうのがあったらしくて、はい、でそこで日本語教室開いてたらしいんですね、はい、でそこに毎週土曜日午前中1時間毎週勉強して、そこを結局6年間通って首席で卒業っていう。首席ハマりましたね。すごいですね。成績表も載ってるんですけどオール A なんですよね。すごいですすごい、はい、じゃ あ, あのどうやってそんなに覚えるのかっていう、うん、まあ、もちろん頭の良さっていうのもあると思うんですけども、この学習法に結構こうヒントがあって、はい、まず身の回りの単語から覚えていったんですよね。あ、その家族構成、例えばお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんお兄さんお姉さんとか、もう自分の周りの単語から覚えていって、でさらにあの覚えたかどうかのちゃんとテストを友達にしてもらって、うん、問題出してもらって、うん、でこれで思い出すという作業ができますからね。そうですね、そうですね、うん、この身の回りから覚えるっていうのと、それからテストするっていうのはこれ絶対学習で効果的なやり方なので、うん、はい、あとはあの映画を使って勉強、日本映画を使って勉強して、でもちろんあの映画って難しいので英語字幕にするんですけど、うん、時代劇みたいな映画を見てたみたいで、はいはい、であのおひけなすってってありますよね。ありますね。おひけなすってって英語 どういう意味ですか。おひけなす、いや日本語でもいいですけど、 どんな意味ですか。おひけなすってわかんないです。わかんないですよね、はい、僕もよくわかんないんですけど、おひけなすってっていつ使うのかもよくわかんないですなんか最初会った時に言うようなイメージは、うん、そうですね、あるんですね。おひけなすって、はい、でその英語訳がHow do you do? とか Nice to meet you だったらしいんですよね。あ、そうなんですね、はい、初めましてとか、はい、お会いできて嬉しいです。でもデイブさんはこれ なんか違うぞっていうそんな軽い感じじゃない気がするなとか、うん、それであの英語訳で日本語学ぶのちょっと違うかもしれないなって
って思ったらしいんですね。はいはい。でもうね、映画も何回も何回も繰り返し見たりして、うん、でセリフももう真似して練習していって、それでスピーキングの力が伸びていったって、へえ、うん、書いてありましたね。これは通ずるところがたくさんありますね。いやー、本当そうですね。僕も英語を本当にあんまよく分かんなかった時は、はい、映画をとにかく繰り返し見て、あとクリントンのスピーチとか、うんうん、本当に理解度 10% とかでしたけど、なんか聞こえた単語とか、あとスクリプト英文があったらそれをなんか真似して言ってみたりとかってしてたんですよね、うん、はい、それじゃ確かに英語力上がったんですね、その時。あそこ共通してるなっていうのはここから、うん、はあ、思いましたね。ジェイさんも映画のお話されてましたもんね。映画、そうですね、僕映画あんまり見ないんですけど、でもなんかジムキャリーの映画好きで、まあ、ジムキャリーが好きなんですけどね、はい、でライアーライアーっていう、まあ、嘘をずっと、まあ、弁護士役で、こう嘘をずっとついていたら、である時に子供が誕生日の願いで、お父さんが1日だけ嘘つけなくなりますようにみたいな、そんな映画なんですけども、はい、当時ビデオ1週間レンタルで5回ぐらい見たんですね。それでなんとなくその会話とか英語の単語が身についたっていう、うん、はい、真似、そうですね、1回でまあストーリー分かるので、その後英語を聞くっていう感じ で、うんうんうん、で何回も何回も聞いていて、で一緒に分かったところは一緒に言ってみたりとか、うん、まあ、リピートしてみたりとか、はい、っていうのをやってましたね。うん、でライアーライアーは未だに好きで、先週もまた見ました一回。あ、そうなんですね。本当に好きなんですね。僕映画全然見ないですけどね、はいはい、ライアーライアー好きなんですよね。へえ。僕発音も、僕はもうとにかくずっと真似してたので、クリントン大統領とそれからジム・キャリーの発音は徹底的に真似しましたね。真似って大事ですよね。そうなんですよね、大事なんですね。で、まあ、デーブさんの話に戻ると、はい、日本語の発音も、もちろん映画でもやってましたし、あとラジオアナウンサーの発音を聞いてリピートするってこともやってたらしいんですね。あ、そうなんですか、はい、アナウンサーの方はまあ性格というか、そうですね、きっちりしてますもんね、はい、それでスピードとか、あとはイントネーションとかアクセントとかっていうのをとにかく真似ていった。ああ、確かにアクセントとかイントネーションはアナウンサーを真似すると間違いないですね。自己流でやっても性格かどうか分かんないですもんね、はい、真似が一番簡単なんですよね。そうで、まあずっと一冊読んで、最後にもうこれ絶対これがおすすめ必要ですっていうのがあって、はい、デーブさんが言うのは まず興味だ、まず興味を持つこと、うん、で、まあ、日本だとどうしても仕事で必要だから勉強しなきゃいけないっていう人もいるし、でももしそれでやる気が出ないんだったら、もう趣味から入った方がいいですよって書かれてるんですね、はい。で確かに趣味の話は英語でできるけど、仕事になると一言も話せないなんてことはないですからね。そうですね、はい、趣味の中から分かっていって話せるようになって、それがそのまま派生されてビジネスで使えるっていうことはおそらくあるので、うんうん、入り口はもうどこでもいいんですよね、はい。でなんか、前回前々回でしたかね、やる気と想像力と、やる気と想像力と自信です、自信か、はいはい、あれもどっから入ってもいいみたいな話してましたけど、はい、こっちの英語学習も仕事で使うから、じゃあ仕事から行かなきゃいけないかっていうと、もちろんそれが最短距離だとは思うんですけど、そこにやる気がどうしても出ないっていう場合は、うん、趣味から入ってもいいですもんね。うん、そうですね、うん、趣味から入って仕事につなげていく、はい、その英語力を高めて、でその高まった英語力で仕事をこなしていくっていうこともおそらくできるので、うん、まあ、興味から入っていく、趣味から入っていく、それから、はい、あと覚えたらすぐ使う、うんうんうん、ですね、覚えたらもうすぐ使わないと頭の中にストックしてるだけになっちゃうので、はい、でそのことをですね、デーブさんやっぱ言葉のスペシャリストですね、言葉のペーパードライバーにならないっていう言い方を、
分かりやすい。そうですね、持ってるけど使わないみたいなですよね。免許持ってるけど運転しないっていうですね、その状態にならない。で、通じると自信になるっていうのは確かにその通りですもんね。うん、まあ、英語力一気に伸びたわけではないので、まあ、話しながら伝わるかな伝わらないかなって思いながら、でも伝わった時の喜びっていうのは何よりのモチベーションになるんですよね。あ、そうですよね。これは本当に どうやって日本語を覚えたかっていう本なんですけど、これはもう全ての語学に通じるなって思いましたね。いや本当にたくさんヒントをもらいましたね。そうですね、これは、ただダジャレを言ってる人じゃないんだなっていう。ただデーブさん、なんでダジャレあんなに言うかっていうと、やっぱり彼は、はい、日本語の美しさって言ってましたね。ああ、そうですか。僕もそう思いますね、ダジャレに関しては、はい、受ける受けない、まあ、まあそれはどうでもよかった、いいとして、はい、はい、やっぱり韻を振るって、英語にも韻を踏むはありますけど、ダジャレみたいのはないんですよね、はい、日本語ならではなんですね。日本語ならでは、そうですね、リズム感もいいですからね、はい、はい、はい、そういう意識でダジャレを聞くとまた、まあ、デーブさんはそんな風に聞いてほしくないと思いますけど、はい、ですけど、またなんか参考になるかなっていうふうには思いますね、はい、そうですね、日本語の粋なところなんですね。ありがとうございます、はい、デーブ・スペクターさんのこの本を、ね、一度皆さんお読みになられるといいかもしれないですね。タイトルが僕はこうして日本語を覚えたっていう本です。はい、はい、こちらもよかったら読んでみてください。ありがとうございます。ありがとうございます。英語で名言。続いては毎日配信している J さんの単語メールボキャブラリーブースターから著名人の名言を英語でご紹介いただきます。 J さん、今回の名言は何でしょうか。はい、今回はウィストン・チャーチル、まあ、ウィストン・チャーチルというイギリスの元首相ですね、はい、It is more agreeable to have the power to give than to receive. It is more agreeable to have the power to give than to receive. Power to give なら聞こえてきました。いいですね、与える力ですね。あ、そうですね、はい、受け取る力よりも与える力を持つ方が好ましい。あ、はい、うん、テイクよりもギブだってことですね。はい、はい、まあただついつい受け取ろうとしちゃうところもありますね。そうですよね。でもとにかく与えろってよく言いますけどね。そうですね、こう頭では分かっていてもなかなかみたいな、はい、ところはありますよね。でも実際、まあ、与えようとしてなかったとしても、はい、先に情報とか、まあ、情報でもいいですし何でもこう与えるとなんかやっぱり戻ってくるものがありますよね。それ別に受け取ろう、何か受け取りたいって思ったわけじゃなくて、何か情報をバンと出すとそれに対して、まあ、具体的に言うと、はい、6月2日って自分の中では重要な日なんですけど、それは何の日かっていうと、はい、中学校1年生の6月2日から僕は不登校になったんですよね。で、それを6月4日ぐらいにふと思い出して、はい、あ、ちょっとなんか Facebook にも書いておこうかなと思って Facebook に書いたんですね、そのことを、はい、そしたらしばらく連絡取ってない人たちからも連絡が来たり、あ、そうだったんですね、なんかちょこちょこ言ってた気がするんですよね。この番組でも不登校のこと言いましたし、自分の中では結構言ってる気がするんですけども、初めて知りましたみたいなのとか、実は私もそうでしたみたいな声をいただいたりとか、はい、別にまあそれ何か与えたのかっていうと別に与えてないんですけれども、何か意図があってじゃないですね、自分の記録のために6月だったから書いただけなんですけど、でもそこからやっぱ戻ってくるものっていうのがあって、あと その時に初めてお会いした人とか、あとは不登校の子とか、あとは親御さん向けの
講演をしてくださいというオファー来たりとかっていうのがあるので、はいはい、まあ、何かこう情報とかを先にこう出すっていうのは何かこう戻ってきやすいのかなっていうのは思いましたね、うん、その経験があって。そうですね、うん、そうですね、確かに何かそこにそのなんか見返りとか何とかっていうのがなく、まっさらな状態でこう発信、うん、はい、していきたいとは思うんですけどね、はい、そうですね、はい、うん、見返り求めると逆に返ってこないですよね。返ってこないですね。まあ自分の心の問題で。そうですね、なんかそれ分かっちゃうんでしょうね。分かっちゃうと思います。はい、はい、J's Topics。 このコーナーでは J さんにまつわるあれこれをお話しいただきます。J さん、今回のトピックスは何でしょうか。はい、今回は判断基準。はい、まあ、何か決めるときって基準が絶対あると思うんですよね。はいはい、でそれを何を基準に選ぶのかっていう話なんですけど、うん、今日実はこの収録の後僕友人とご飯食べに行くんですけど、はい、でその友人から連絡が今朝来て、今日は何を食べたい気分ですかって言われたんですね。はいはい、イキさん何を食べたい気分とか、 なんかありますか、そんなの。あ、気分ですか。今何食べたい気分とかってある？僕ないんですけど。あ、そうですか、はい、いつもないですか。いつもないです。あ、でもね、ジェイさんはあんまり食に興味がないっておっしゃってたから、はい、興味がないからなのか分かんないですけど、今何食べたいって言われたら別に何でもいい、あの優柔不断とかじゃなくて本当に何でもいいんですね、食べ物であれば。なかったらなかったで別にいいですし。あ、いや、ありますね私は。お、はい、なんか今日はハンバーグ食べたい気分とか、うんうん、今日はイタリアンな気分とか、なんかあります。和食がいいなとか。そういう、まあ、それも一つの判断ですよね多分。そうですね、うん、こういう気分だからこれ食べよう、はい、っていうことですよね。はい、でも僕ないので、じゃあどうやって決めるかっていうと、はい、例えばじゃあイタリアンが選択肢にあるとしますよね。でイタリアンがあるとして、その時どう決めるかっていうと、食べ終わった時どういう気分かなっていうので決めるんです。ああ、こういう気分か。じゃあ焼肉は、ああ焼肉は食べ終わったと、ああこういう気分か、うんうん、ラーメンは、ああこういう気分かみたいな感じで、そこを考えるんですねいつも。お、食べ終わった後のことを。へえ。でこれ食だけじゃなくて大体全部そうなんですね。あ、そうなんですね。終わった後どういう気分なんだろうっていうので決めるんですよね。そうなんですね、はい、それが J さんの判断基準なんですね。うん、そうで、あの100問の質問をいただいたっていう話、あの3週間ぐらい前ですかね、はい、したと思うんですけど、2週間前ですかね。でその中にもこの判断基準の話が入ってて、答えたらそんな人は見たことないですって言われたんです。だからあんまり、ああなるほどって思ってもらえないのかもしれないですけど、なんかその後の気分ですね。大体こうしたい、ああしたいで判断しますかね。あれですね、僕後悔したくないんでしょうね。ああ、なんでしょうね。なんか、うん、未来を考えて、あ、こういう気分だからじゃあこっちにしよう、うんうん、まあ気分なんですけどね、結局は気分なんですけど、今の気分じゃなくて未来の気分ですね。うん、面白いですね。うん、そうですね。同じような方いらっしゃいますかね。いや、いると思うんですけどね。ねえ、はい、ちょっと見つけたら J さんに報告します。お願いします。第113回お送りしてまいりました。ジンさん、あの、はい、高知に行かれてたみたいで。そうですね、まあ、ちょうど配信日7月17日今日は高知から帰ってくる日ですね。はいはい、まあ、僕あの食に興味はないとは言いましたけど、高知のカツオは最高です。本当ですか。どんな風に違いますか。ボキャブラリーがないので何とも言えないんですけど、まず厚さが違いますよね。あ、うん、それから臭みがない、うん、歯ごたえ、弾力、はい、
もう最高です。ちょっと今よだれが出そうになりました。危ない危ない。口の中がウエットになっちゃいましたね。はい。高知のシーフードは本当美味しいです。肉も美味しいですし、そうなんですね。魚も美味しいですし。いやいいですね。だからもう高知から帰ってきたらしばらくは魚食べないんですね。あ、そうなんですか。上書きされるのが嫌なので。じゃあもう高知じゃ魚三昧、魚三昧ですね。何食べたいですかって言われたらすぐにカツオですって、もうそれだけです。瞬時に答えるのは何食べたいカツオですみたいな。昨日カツオ食べたから今日はいらないですかね。いや、あのカツオが食べたいですみたいな。あ、そこははっきりしてるんですね。もうカツオだけははっきりしてます、ね、高知のカツオ、高知のカツオですね。わあ、食べてみたい、はい、高知のカツオは本当にボキャブラリーないので繰り返しただけですけど、はい、最高ですだけど伝わってると思います、はい、いや私も口の中がウエットになってきましたわら焼きと、塩だたき、わあ美味しそう。お刺身もあるんですけど、いろんな食べ方があるんですけどね。はいはい、もう早く戻りたいですね、高知に高知に住みますかいや、あの東京で頑張ります急に真面目な回答になりましたねまあ、高知出張って明徳義塾高校に行くんですけど、はいはい、時々校長先生とかとお話しするのは、はい、僕あの高知にでこう1ヶ月ぐらい滞在して原稿を書きに来ていいですかみたいな話をするんですけど、はい、それも大歓迎ですって言っていただいてるので、そうなんですね、もうそういう感じでは滞在、まあ、今後、はい、機会があればしたいですね。いいんじゃないですか、はい、そしたらもうカツオ三昧ですよ本当に三昧になるかどうか分かんないですけどね、はい、だって即答するぐらいですから、まあ、大好きですけどねはい、逆に飽きちゃうかな、うん、かもしれないですね。分かんないですけど、高知愛を知ることができました、はい、さてこの番組ではご質問ご感想を随時お待ちしています。メッセージは J さんのアメブロ英語モチベーションブースターの中のポッドキャスト下にお問い合わせフォームがありますので、お気軽にお送りください。それでは J さん、 OK Thank you for listening. See you next week. Bye bye, bye, bye.この番組は提供株式会社ラーニングコネクションズ、プロデュースキクタス、ナレーション生きみえでお送りしました。